俺の区間は AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、とあるイベント、新しいイベントに隠しの仕様があるというわけで、それについて解説していこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それがですね、イベントの方追加されてました。これね、マインチャージのイベントの方ですね。これ、実は皆さん隠しの仕様があるのご存知ですか？これ2000の方まで入れてもあんまうまくねえだろっていう風に思われてる方いらっしゃったと思います。僕も動画で言いましたよね。いや、そんななんかさ、内容を薄くしてきたよねみたいな。どっちにしろ課金するんだったらさ、薄くしても濃くしても変わんねえだろみたいな感じの内容にしとるんじゃないのって話をしたんですが、これ今日のですね、方ですね、日付回ってすぐにとあるものっていうのがメールに届いたんですよ。それが、ちょっと僕のやつ出しますけど、画像こちらですね。はい。こんな感じで届きまして、これゲットしてるアイテム、これ1段目で2段目があるんで、はい。もっとたくさんのアイテムがあるんですけれど、これね、何かっていうと、中国サーバーの報酬なんですよ。チャージイベントの。はい。でも僕、これね、JP の方しか当然チャージはしてないんですけれど、同じキャラクターに中国サーバーのチャージイベントの報酬っていうのも、これ届いているんですよね。だからこそ補給勲章が入ってるわけなんですが、なんとね、どっちのサーバーのチャージの特典も、この2000金券チャージしとくだけで、もらえちゃうっていうね、これまさかの仕様がこれ、今あるっていう。これが今ね、現状バグなのか、仕様なのかあったらわからないですけれど、俺はとりあえず今日分もチャージしたよ。今日の分もチャージした。これチャージイベントの方ね、課金するか迷ってる人っていうのは、そのワンチャンその中国サーバーの分の報酬も一緒にですね、もらえる可能性があるっていうことを覚えといた方がいいのかなっていう。やばいでしょっていうね。実際はチャージボーナスの方、実は倍になるっていうね。倍もらえるんですよ。普段の倍もらえるって感じになってますんで。これは隠れた仕様だと思いますから。知らなかったっていう人は、こちらの方ですね。知っといて、ワンチャン活用したりとか、課金の検討の際にですね、それなんか覚えとくといいんじゃないかなっていうふうに。思いましたね。うますぎるっていう。補給勲章もらえるの普通にうまいよね。増えますし、かなり。1日ですね、補給勲章の方が48個のスタートで1日分受け取ってますんで、今55個になってますよね。1日7個分補給勲章もらえるってなってます。2000金券課金しといたら。なんで、3日分全部仮にもらえるんだったら21個増えるわけですよね。補給勲章。めっちゃうまいっすよね。今現状ですね、三国志のガチャの方ありますし、プラスしてですね、中国の方では、ドラゴンのガチャ来ますね。中国は結構早めにですね、三国志のガチャの方が、終わったからですね。ドラゴンのやつ来てるってなってまして。日本の方にもいつかはドラゴンのガチャ来るとは思うんで。来た際にですね。その補給勲章の方を使うために、使えるようにするために、よりですね、お得に回していくためにですね、今回のチャージ特典の方を使ってもいいかなと思います。ただしですね、今日分のチャージで同じ報酬が得られるかっていうのはわからないんで、確定で得れるっていうふうには、皆さん思わない方がいいっていうね。昨日の分はもらえたけど、今日の分はわかんないんで、その辺も覚えといてですね。あるからチャージしようではなくて、そういうのがあるかもしれないね程度で覚えておいていただけると嬉しいです。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、東京グルの復刻ガチャ、一部復刻って書いてあるから、進撃の時みたいに景品プールになるのかなと。そんな感じっぽいっすよね。景品プールだろみたいな風に、僕は正直思ってますけれど、確定してるわけじゃないんで、なんか色々言ってないですが、景品プール感めっちゃあるっすよね。あのラインナップで。で3週間しか期間ないっすもんね。だったら景品プールかなーみたいなね、交換ショップの方に車ラインナップとしてなかったんで、もしかしたら今後入るかもしれませんけれど、入るんだったらその上の方に、表示してくると思うんで、多分景品プールがあって、で、プラスその別の州で、星ももらえるような集結イベントみたいなやつが来るみたいな、そんな感じにしてくるんかなっていうふうには、思ってますね。はい。なかなかじゃないですか、多分。知らんけど。濃いですけれどね。わかんないですけれど。ただそうですね。3週間で、多分いろいろできる週ってのはうち2週間ぐらいだと思うんで、景品プールで欲しいみたいなと思いますけど。で、次ですね。トロフィーの落ちている率が低すぎると。いや、結構低いよね、今回。トロフィーね、全然落ちてないじゃんっていう風に、見ていて思いましたね。一応あとランドもあるんでしょう。ね、自分が探した時はね、サイレントアイランド6畳とか結構ね、がっつり探したんですけど、なくて、全然ねえじゃんみたいな感じあったんで。運が悪くても1個ぐらいはありますからね。かなりドロップ率の方は下げられてるんかなと思いますよ。マップによっても絞ってきてそうですよね。ランドは結構、探しやすいんで絞ろうみたいなね。一応その、孤島が結構ね、倉庫の中に少し落ちるって感じだったんで、そこら辺もいろいろ見ていきながら、どこが一番効率がいいのかっていうのは、プレイしながら見ていきたいところではありますよね。昔あったアイテムがね、ロケット状の下の地下のところに大量に一極集中するみたいな、そんな感じのバグが、どっかで発生していれば使えるんですけどね。で、次ですね。今、セブンイレブンでバリアブルチュンカを2万円分以上買うと、アップル製品がもらえるので、チャージ検討されている方はぜひと、みたいですね。調べた
たんですけれど、2万円分以上、額指定できるやつで2万円分以上買うと、なんかその、ついでにその、いつもだってキャッシュバックのやつが、キャッシュバックじゃなくて、まあ、その、アップル製品がついてくるっていう。何がついてくるかっていうと、まあ、充電ケーブルか、まあ、充電アダプターの方か、それか、まあ、有線のイヤホンがもらえるっていう。まあ、大体、2000円前後ぐらいの商品が一緒にもらえるってなってますんで、まあ、悪くはないかなとは思いますけどね。はい。でもこれ、まあ、よう考えたら、キャッシュバックのイベントの方がうまいっていうね。まあ、で 10% キャッシュバックなんで、2万円だったら、2000円キャッシュバックやればですね。やってること同じなんで、じゃあ、まあ、お金もらった方がいいよなっていう。どっちがいいんですかね。で、次ですね。もしも僕のスマホの中身を他人に見られた場合、ギンナーさんの保存画像だらけで、同性愛者と間違われることは可能でしょうかと。僕のスマホは、ギンナーさんの写真入ってないっすよ。勘違いがあるかもしれませんけれど。入ってるのはパソコンであって、スマホには入ってないですね。パソコンもだってデータ多いんで、まあ、入っていたところで、まあ、何かがあるわけではないっていうね。他のまあ、写真とかもいっぱいありますからね。それぐらいじゃないんすよ。うん。それぐらいではないです。というかまあ、逆にね、女の子の写真とかって保存するんですかね。逆に保存します、そういうのって。俺やったことないんですよ、若い頃から。ね、女の子のその写真とか、まあ、絵でもいいですけれど、そういうのはまあ自分保存しないんですよね。でも結構多いじゃないですか、そういうのなんか、スマホでもそうですし、まあパソコンでもそうですけれど、保存して、何に使うかは知らないですけれど、まあ、よくわかんないんですよね。逆にそっちの方が僕からしたらわかんないかもしれないです。で、次ですね。最近時間差すごすぎてついていけない。本当にかくれんぼと、ねえ、なんかそこら辺考えながら選択権から、無駄なことに思考を使わないといけなくなってきているっていうね。先になんか見つけたやつが一方的に打つで勝ちみたいなね。だからその相手の時間差がどれぐらいあって、どのタイミングで打てるかっていうのを計算しながらね、立ち回らんといけんっていう。もうそれ面白くないよな。駆け引きじゃないもんね。なんか、ゲームの仕様とさ、戦わされてるっていうね。で、見つけたらもう瞬時に敵死ぬんで、見つかってしまったら逆に自分が瞬時に死にますしね。なんかよくわかんねえな、このゲームっていうふうに思いながら。やってますよ、なんか。正直、NPC と戦ってるのもんすもんね。ゲームの仕様と戦うってことはですね。いや、それが楽しいんかって思うかっていうと、どっちかっていうと、このゲームと比べると割合的には下がってくるんじゃないって思いますけどね。で、次ですね。こういう行動って、キルアとかカグラのアイコン多いよね、と。確かに多いですね。めちゃくちゃ多いんじゃないですか。キルアだけで多分僕のフォロワーで50人ぐらいおると思うんですよ。カグラも多分ね、70人ぐらいおるんじゃないですか。いや、マジでなんかね、多すぎるだろうっていう同じアイコンのやつ。マジで多いんだよな。まあ別に好きなキャラとかやと思うんで、いいと思うんですけれど、名前とかもね、同じやついますよね。ソウとかルアーとかさ、ノアとかめっちゃ多いっすよね。ノアって名前のやつ、俺のフォロワーに冗談抜きで多分100人ぐらいおるぞっていうね。どのノアかわかんねえよみたいなね、よくあるんですよ。マジでそこら辺かぶりがちな名前ってありますよね。なかなかそこら辺なんかね、自分のなんかあれを出すって難しいっすよね。個性出しすぎてもなんか逆に変な感じになりますしね。名前って、まあ、すごく難しいところやなと思います。その点いいっすよ。スコアラはかぶらんもんだって。なかなかかぶったところでそんな多いわけじゃないしね。なかなかまあスコアラ被らないんでめちゃくちゃいいですね。なんかひらがな4文字以内 でなおかつない組み合わせのやつを使うとですね、まあ覚えられやすいし、なおかつその被らないしって感じになるんで、割となんかいいと思います。いやでもひらがな4文字以内で被らない名前ってのもなかなか難しいんかなね。まあ、この世にない言葉みたいな、そういうのじゃないと難しいですよね。なんかあるかな、逆に被らない名前って。母音が E で名前3文字で、1文字目と3文字目にその母音が E のやつ、同じ言葉が2回来るような名前とか被らなそうですよね。例えばその景色とか絶対おらんしょ、景色とか。あとはネマネとか絶対被らんすよね、うん、レイレイとか。あ、被らん被らんね。それいいっすね。母音いいやつ1文字目と3文字目に持ってくるっていうね。メラメとか、うん、絶対被らんもんね。いいんじゃないですか。で、次ですね。エペのリリース早くて5月末ぐらいらしいですよと。まあ、もう9月とか言ってる記事とかも結構ありますけれど。まあ、いつかは知らないですけれど、いつ来てもいいようにですね。まあ、こういうことを運営はずっとまあ、準備してますよね。はい。いつ来てもいいように準備をするっていう。まあ、その、どうやってその、コアコードから話さないかっていうよりは、その、どうやってその、スマホからコアコードを消させないかっていうところをコアコード運営は考えられているかなと思いますね。まあ、コアコードみたいな、その、気軽にできないゲームっていうのは、まあ、どちらかというと何て言いましょうか。アプリを消されてしまったら、なかなか次ね、ダウンロードするってことは、ユーザーしないんで、消させなければまあワンチャンス生まれますから、消させないために例えば今回みたいな、まあ、集結イベントの方をしていったりとか、なんやかんやはされてますよね。はい。消させないために何をするかっていう、そこが今戦いのなんか焦点というかボーダーラインになっているなっていう風にはまあ、見ていて思いますね。で、次ですね。Apex Mobile は海外の人もやるだろうから遊戯王とは違うだろうけれども、日本ストアだけで見るとやっぱり弱い気がするよねと。まず勘違いがあるのが、遊戯王の方が Apex よりも世界シェアは高いっすよ。
はい。人口も遊戯のが多いっすよ。まあ、そこはまあ置いといて。そうですね。まあ、日本のストアだけで見ると、どうなんだろうな。そもそもまあ、Apex モバイルっていう存在自体が、めちゃくちゃ稼ごうとはしてないですからね。PUBG モバイルとか、まあ、フォートナイトのモバイル版とか、まあ、そこら辺と一緒で、まあ、その元々その違うプラットフォーム媒体で、まあ、その展開しているゲームを、まあ、違うその会社の方にですね、外注出して、適当にまあ、モバイル化させてから、そこでまあ、お金稼がせて、あんまり買うもらおうっていう商売を、元の会社がですね、元のその運営会社が、まあ、下からモバイル版を作るだけであって、これまあね、社運をかけたなんか展開をしていくみたいな、だったりとか、多くの利益を取ってきたみたいな、ネットイースみたいな使い方をしたいっていう風に、そもそもまあ、Apex 側っていうのは思ってないんで。まあ、それはまあ、PUBG とか COD でも同じですよね。もともとあるゲームのモバイル版を出して、まあ、小銭稼げればいいかなっていう、違う会社の人たちに、まあ、開発とか運用の方をさせつつ、そのなんか稼ぎの何割かもらえれば、それでいいかなって感じで、まあ、されているのが、例えば Apex とか、PUBG とかだって今、モバイル2つありますからね。そんな感じでまあ、稼ぎたい思惑があって、まあ、されているのかなっていうふうに思います。まあ、売り方が違いますよね。だからまあ、その日本でめちゃくちゃ取ってくるってことは、まあ、してこないかなと思いますね。PUBG とか、コッドとかと同じような感じ。なんでまあ、ぼちぼち伸びてくるって感じの推移になってくるんかなっていう。まあ、これで怖いのが、まあ、落ちないってところですよね、勢力が。それがまあ、ちょっと怖い行動からすると、厳しくなってくるのかなとは思うんですけれど。まあ、直近でいろいろってのはなさそうですよね。